はいどうも、しおみんでございます。今どこ来ているかというとですね、京都鴨鴨上鴨でございます。はい、神社があるところですね。そこにね、MK の MK タクシーですね、 MK タクシー系列のですね、 MK ボーリングっていうのがあって、そこのねレストランで食べ放題をやってるっていうので、ちょこっと来てみました。だいぶこれ、古い感じの建物ですけど、ボーリングもやってんのかな、ちょっとそこ調べてませんが、とりあえず行ってみたいと思います。 MK ボール、神鴨って書いてあります。はい、はい、2階がとボーリング場で4階がゲームセンターになってるのかな、なんかまだやってそうですね。はい、1階がバイキング560でございます。あ、ここか。すみません、仕組みがよく分かってないんですけど。買いました。はい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 。あ、そういうことね。はい。
はい、どうも、しおみんです。とりあえずね、バイキング食べてみましたという動画でございます。ほんとね、やっぱ観光客がわざわざここまで来てですね、バイキングを食べるモチベーションがあるかどうかは別としてですね、まあね、いろんな種類をですね、まあ、お腹いっぱい食べれるかなというような感じでございます。あのボーリング場もあることなので、なんですかね、近くの人がですね、デートがてら来ているとかですね、そんな扱い方なのかなと思っております。はい、じゃあまた違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。